市民の皆さん、事業者の皆さんの感染拡大防止のためのご尽力に改めてお礼申し上げます。しかしこの1週間新規感染者が急増しております。京都市も特別警戒に入りました。そこでお願いであります。この間飲食の場、飲み会、さらに接待を伴う飲食店、キャバクラなどでいくつも集団感染が発生しました。さらに市立病院でも集団感染が発生しました。お詫びして今抑え込みのための全力投球いたしております。そこで私どもは何としても全市的な場において集団感染を起こしてはならないクラスターの封じ込みに全力を挙げています。保健所機能をしっかりと強化し、徹底した PCR 検査の実施、積極的疫学調査、これを行っております。そこでお願いがあります。経済界と京都市、京都府一丸となってそれぞれの業界のガイドライン、これを守られるところにステッカーを貼っていこう、そんな取り組みを始めました。どうぞ申し込んでいただき、ステッカーをぜひ貼っていただきたい、お願いします。さらに何としても感染拡大防止のためには3密の回避、距離の確保、こまめな手洗い、そしてマスクが大事であります。飲食の場の感染が多ございます。ぜひとも大人数での飲食の場は控えていただきたい。さらに夜遅く二次会を含めて長時間にわたるお酒の場、これもぜひ控えていただきたい。さらにガイドラインを守る店を選んでください。そして食べること時は食べることに集中していただき、会話をするときはもう一度マスクをしてお願いします。事業者の皆さん、飲食店サービス業の皆さんにお願いであります。移さないために座席距離を空けてください。対面の席はやめてください。さらに接待を行う場合も少なくとも1メーター離れてお願いします。そして従業員の健康管理が大事であります。特に従業員の方の控え室、ロッカールームで感染が拡大しているケースが多くございます。ご留意いただきたいと思います。皆さんとご一緒にこの厳しい状態を乗り越えていきたい。私どもも市民の皆さんの命と暮らしを守るために取り組んでまいります。よろしくお願いします。